ちゃめちゃ混んでる。今日使っていくノコギリは、田島さんのノコギリです。この刃とこの持つグリップのところが別で売ってたので刃だけ、ブレードだけこう変えられるみたいですね。いろんな目的に合わせて変えられるみたいです。ちょっと締めすぎちゃいました。こんなもんでいいのかな。ちょっとこう格納できて非常にいいかもしれないですね。なんかロックがあるといいかなとは思います。こんな感じで刃が、危ない、手出すの。うわこれすごい辛い。別に。いいよ。よいしょ。
ここっすね。ここはコースレッドをこうビスで、何箇所か止めて、ちょうどここのところですね。多分ここはこうルーターじゃなくて、なんだっけ、をここ出っ張っちゃってるんで、溝掘る加工をしてぴったりこうここに壁面が張れるように、壁が張れるようにしていこうと思ってます。そうするとこのグラグラ感がなくなると思うんで、こう面で塞ぐのでもうちょっと強くなるかなと思います。ちなみに今回使用しているこのシンプソン金具なんですけど、この専用のこれ純正の多分ネジだと思うんですけど、これ1箇所のこのコーナーにつき、12本使うことになってます。12本ですよね。12本必要ですね。ここはちょうど奥に節が入ってたんで、ちょっとスクリューが入ってかなかったですね。こっち側もこんだけ打ち込むんで、まあ結構頑丈なのかなと思うんですけど、まあこれ奥行きこう2メーターの2メーターなんですね。なのでやっぱりちょっともうちょっと強度が欲しいんですけど、ここにパネルをつけることで防いでいこうかなと思ってます。ここにちょうどフレームを入れる感じですね。それではやっていきましょう。